まあ今足の長さは揃ってなんですけど、足の長さもねやっぱ違いますよね。右の方がまあ短いですしね。はい、でもなんかこう足首の硬さとかがすごい気になるんですよね。なんかめっちゃ硬いじゃないですかこの。なやっぱ。あ、金縛りは最近も合ってます？金縛りは最近ないです。ないですか？はい、あの仰向けで寝ないようにしてます。寝ないようにしてます。やっぱなんか力入っちゃうんでしょうね。あ、これ大丈夫ですか？はい。なんか欲しいものとか行きたいところとかあるんですか？楽屋さん来たんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そのためにお金が繰り返しになりますけど。まあでも大事ですもんね、病と健康っていうのは。そうなんですよ。そう、安売りのせいで忙しい割に収入がないっていう、あ、最低なキャンペーンをここ 2,3 ヶ月やってて。よくないですね。それで病院で点滴打ってるんですもんね。あ、そう。それはもったいない。パパみたいですよ。それは良くないですね。はい、あの健康に楽しくね、はい、ある程度やっぱりそれに見合ったお金をいただいてやっていきたいですね。はい、足も左の方が硬かったですね、足首ね。あ、踏みますけど痛かったらおっしゃってくださいね。はい、はい、大丈夫ですか？あ、全然、はい、痛くない。はい、これ、ね、中国の人に聞いた時は超痛かった。超痛かったですか？はい、中国の人って女の人ですか？女の人です。あ、ちょっと大きかったんですかね。ですかね。やってますね。めっちゃ張ってますね。はい、何でこんな張っちゃうんだろう。あ、これいい。なんか一生やってたい。一生やってたい。気持ちいいですか？ほぐすと腰痛にもいいですからね。痛いですかね。あ、いや、気持ちいいです。大丈夫ですか？はい、さっきよりだいぶ背中柔らかくなってきましたね。あ、首もさっきよりこう伸びて、ここの、あの入りが浅くなってますね。さっきもっとガグッとこう下がってる感じだったんですけど、ちょっと肩と首の、あの間が伸びてきたというか、あ、肩の張りが軽くなってますね。だいぶほぐれましたね。結構、結構肩ちょっと楽じゃないですか今も。めっちゃ楽です。うん、
もね、背骨もすごいまっすぐになったんですよ、はい、スーッとこう来てるんで、うん、この高さも揃ってて、足も揃っててなんで、うん、でもね、こうなるとまたちょっと後で見ますけど、多分手の痛みも左右差が先ほどより楽になってると思うんですよね。あ、詰まりがあると痛いけど、うん、バランスが良くなって循環してるようになると痛くないので、押した感じ全然違うの分かりますよね。あ、さっきここら辺痛いですかとかってこう何か所かやりましたけど、あ、確かにね、全然違いますよね。すごい気持ちいい。首がねガクッとここが入ってるので、はい、ね、なんか伸びてないというか、あ、背骨、ね、でもここからこう急にグッて入るんですよね。この辺痛くないですか。あ、痛いですよね。ここもそうなんだよな。この辺もちょっと骨のカーブが急なんですよ。ここからここにかけてこの辺とかちょっと痛いですよね。これやっぱり肩痛い。え、じゃんけんなりましょう。はい、あの聞けたの感じがさっきよりも。左手痛いんですよね。よく。ここ。ここ。ああ。どうですか。あ、大丈夫。さっきより痛くないですね。同じですよ、これ。これの力。あら。うん。だから、やっぱり、あの、背骨の歪みだったりとか、はい、肩の力みだったりとかが影響してたみたいですね。ああ。うん。うん。押し加減いかがですか。あ、良い感じです。はい、痛いですかね。はい、うん、ちょっとね、力抜いていただいて。ああ、痛いですかね。硬いですね。痛気持ちいいです。はい。してますね。やっぱりよく寝れてないのが納得ですね。痛い痛い痛いですね。こっち
ちも貼ってますかね。こっちの方がまだマシですよね。ああ、はい。そっちそんな痛くない。痛くないですね。鎖骨が出てないんですよね。やっぱり、ちょっと姿勢の悪さとむくみとで、あとなんかこうするとすごい首がこっちに向いてくるっていう張りが強いですね。よかったですね、今日でも受けにいらっしゃることができて。そうですね、いいタイミング、いいタイミングでしたね、はい、結構しんどかったですよね。しんどかったですね。左の方が肩の上がり方が強くて、こっちはこうつくじゃないですか。でもこっちはこう、あいあいつかないんですよね。辛いんですよね。でこれをちょっと可動域を広げるようにしますね。大丈夫ですか？ボキボキってしますね。でも嫌な感じはないですよね。あ、はい。ちょっとこっちもこれがね多分ちょっと辛いんですよね。はい。はい、声がもうやばいです。あ、痛い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 ですね。痛い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 。これがね、良くないんですよね。かなりそうなんですよね。痛い痛い。ところと縮んでるところの差が大きくて、今伸ばしてるところは普段すごい縮んでるところなんですね。あ、だからまあちょっとある程度伸びてくるまではちょっとこう抵抗が強いと思うんですけど、しばらくやってるとだんだん緩んできますので、はい。でまあ、だんだんちょっと楽になってきましたよね。まだ痛いですかね。ちょっとずつ。そうですね。こうじわ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 と伸びてきますので。こうなってくると、まあ、さっきよりも。痛いけど、少しやりやすくなってますよね。はい。いじめてるように見えちゃうのかな。なんかね、胸なんですよね。胸の筋肉もめっちゃ硬いので、これね、はい。そんなところ痛い。これちょっとトーク点叩きましょうか。はい、今回の動画面白かったと思ったら、はい、
ぜひまだの方はチャンネル登録していただいて、はい、グッドボタンをお願いいたします。お願いします。はい、またお会いしましょう。 See you 角度が違う、角度違いますね